妖怪にならないための言葉、大川隆法。98。おそらく今はカッパが生息しているとすれば、高知県の四万十川ぐらいだろう。近くの徳島県の穴吹川に、妖怪あずき洗いの発祥地があるが、おそらく平家の落人たちが、隠れていたので、人が近づかぬよう、妖怪話を流していたのだろう。私の生まれた川島町では、聖地エルカンターレ生誕館のすぐ下の山道を、夜、平家の落人の幽霊が、首の神馬に乗って歩くので、夜行さんと呼ばれていた。